なんか佳子さまのねお相手候補とした人物が結婚したみたいですねああそうですか週刊ポストでね報じてましたけども帝国ホテルで結婚式が行われたようですねはいはいまあかつてね黒田清子さんの結婚披露宴が行われた場所で本当はねこの帝国ホテルで小室家と眞子さんの結婚式も行われる、ね、予定だったわけですねああまあ小室さえはね祝福されなさすぎて結婚式できるような雰囲気ではなかったですもんねいやまあそれがまあその、婚約内定会見っていうのは2017年9月に行われたわけですねああはいはい その時には普通に結婚式が行われる予定だったわけですね。ああ、当時はね。そうですね。まあ、そこでまあ、その富士急行の御曹司の結婚式があったんですけども、うん、まあこれがね、佳子さまあ様の、まあ、元彼かなんじゃない感じで噂わされましたけども。うん、で、まあ、それでね、小室会マックさんに関しては、2017年9月に、まあ、婚約内定発表が行われてね。うん、で、まあ、それでまあ、その年の11月22日に、いい夫婦のいいね、宮内庁が来年11月4日に、 まあ結婚式をねするってことで、うん、まあこれがまあ帝国ホテルですると、まあ、発表があったわけですねああまあわざわざいい夫婦の日に発表したんですねまあまあたまたまねそれがまあ23日がまあ休日ってらってね、うん、発表日が木曜日というか、ねまあ、水曜日とかやったんでもともと定例会見が予定されてたんでまあこれ別にいい夫婦に合、ね、わせたわけじゃないんでしょうけどもなるほどね 1>, まあ1年前にまあそういう形で発表っていう形で,、うん、でしかもこの式場についてはね眞子、まあ、さんと秋山国際がね、まあ、小室さん側と まあ相談の上で決めたってことででですねあでも、秋篠宮家が主導で提案して小室圭はもう何も反対できないみたいな感じじゃないんですか。あどうでしょうね。<laughs> まあ反対できないっていうよりも、一応、その、まあ、話し合ってね、この日でどうですかみたいな感じで、うん、まあ決まったってことでね、そういう形なんですけども、はい、まあそれ、ね、その結婚式の日を決めた後で反対になったというかね、うん、あ秋篠宮家さんが、ね、反対したわけですねなるほどね。 でまあ、この宮内庁に関しては、この結婚式までの、まあ、各儀式の日程とかも明らかにしていて、うん、一般の、ね、有能にあたる納采の儀に関しては、2018年3月4日に行われて、まあ、小室さん側の使者が納采の品を、ね、持って行って、マーク牧島邸を訪問ということで決まったわけですねお。小室さん側の使者って誰か予定決まってたんでしたっけか誰か、ね、分かんなくて、うんあまあ、分かんなかったんですけども、はいでまあ、この10月7日に関しては、ね、国旗の儀で小室さん側の使者が宮てで結婚式の期日を そういう儀式があって、眞子さは10月31日に、まあ、皇居内の宮中三殿で皇室を離れることを先祖に報告してから、はい、まあ同日の、ねまあ、朝見の儀で両陛下にお別れの挨拶をすることが決まったわけですね。あまあ女性皇族はみんな皇室出る前にそういう流れでしてきたんですね。 まあそうですねち、うん、では、ね、天皇にあいあ挨拶ってことで、はい、まあその時は上皇ご夫妻ですけれども、うん、まあそれでまあその上皇ご夫妻に結婚の報告をする予定ということで、はいはい、えただ、それがねこの金銭トラブルがあったんで、延、ま、期、あ、になったわけですね。あなるほど、まあ、小室圭のこと事前にしっかり調べておけば、こんなことにもならなかったのにね。まあそうですね。<ー>ただ、それ考えるとね、この日本で結婚式を挙げるまあつもりだったんだったらね、まあ、このアメリカに行く予定もあったのかなってことですね。ははい、はい いつも改めて経歴を調べてみると2014年に銀行に、ね、就職してから2016年にまあ退社してね。うん、それで、2016年に奥野総合法事務所に、ねまあ、入社してから同じ年に、ねまあ、一橋大学大学院の国際企業戦略課に入学をしてね。<ー>まあこの卒業されてからビジネスローという名前に、ね、変わりましたけどもあそ,うそうでしょうね。まあこれでまあその2018年8月にフォーダム大学ロースクールに留学するためにアメリカに向けて出発したわけですね。ほう ちょまあこれ結くのね、まわれって感じなんですけども、うん、まあ2018年11月4日に結婚式が決まったわけですね。あ,あ予定でね。だまあこれでアメリカの大学の授業日程とかをまあ調べてみると、まあ大体のね授業日程ですけども、はい、小室ロが入学したのがフォードム大学の LLM コースでね。まあその一般的なスケジュールとしては開始時期は8月下旬から9月上旬でね。<ー>でまあ終了時期に関しては10月上旬で。 まあ、中旬から下旬でね。うん、で、まあ、この期末試験に関しては、十二月初旬から中旬に行われるわけですね。ああ、なるほど。まあ、日本でいうところの冬休みに関しては、十二月中旬から一月中旬ということで。うん。で、まあ、この開始時期に関しては、一月中旬から、まあ、この終了時期はね。まあ、五月中旬で、まあ、中旬から下旬で。うん。まあ、その間に、この春休みとして、三月にね、一週間休みがあってね。おお<ー>。で、まあ、この期末試験としては、五月初旬から中旬に試験があるわけですね。はい、はい。なるほどね。 でこの学年が上がる間にねこの夏休みもあって5月下旬から8月下旬までが休みなわけですね。あ結構長い休みですね。まあそうですね。うん、で、まあ、その間にこのサマープログラムとして、まあ、6月から8月にかけてどっかのね法律事務所で働いてたりとかするわけですね。あそういういことですかだからまあそれをまあ働いたことでそこの会社に、ねまあ、就職って感じでそのままね、い、ま、う、あのが当たり前な流れなわけですね。ましとね法律 学ぶねロースクールとしてはうん、まあ、お試しでちょっと働くみたいなまあそうですね、うん、まあこれについてからね考えたいこの小室圭と眞子さんの結婚する11月4日っていうのはありえないことがね分かるわけですねはいはいまあ少なくともこの結婚式の前日にはね日本にいとかないとおかしいですからねああまあさすがに数日前に余裕を持って帰国するでしょうね <laughs> まあ当然そうでしょうね、うん、まあこれ11月4日は日曜ですけども日本とまあニューヨークの、ね、時差に関しては13時間あって まあ、飛行時間は13時間から14時間なんで、うんまあ、マルチにね、書かかるというか、そんな感じなんでしょうけども確かに、まあ、どう考えてもこの授業は休まなければね、行、まあ、けないし<ー>、まあ、飛行機トラブルとかがあるんで、何日間か前にね、まあ、結婚式があるから、うんまあ、帰国するでしょうからね、そりゃそうですよね、まあ、結婚式、欠、まあ、席なんて無理でしょうからね、<laughs> 飛行機飛ばんかったからとか言ってもね、<laughs> そう、だから数日前にはね、帰国しておく必要があるんでしょうけども、うん、でそれがまあ1年前から決まってたわけですね。ははい、はい だまあその日程は無茶というかね、うん、まあフォーダム大学に入学することがまあ決まってたんだったらね、まあ、逆算したらこの日は無理って感じで分かるでしょうからねああまあそういうことですねまあいくらのまあ日曜日といっても、ねまあ、授業をさばる気満々でおったわけやからねあまあ結婚式授業を休む前提にもしてるということになりますもんねそうですね最後、うん、もともと日本でね法律とか学んでなかった人が あーにかいてね、高円寺大学の、まあ、ロースクレールってことで法律、はい、をね、まあ、弁護士もやだそうってう感じで、うん、そういうのやる気が、ね、ないというかね、まあ、まあねだからまあそれを考えたらまあこの留学は決まってなかったと考えるのが不通づちゃうかなっなことですねああ、まあいろいろあって結果的に留学することにしたんじゃないかとだからまあこの金銭トラブルがなければ留学しなかったかもしれないということですねはい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 まあ11月4日に、ね、結婚式が予定されてましたけどもこれはね真吾さんとねアクション交際と小室家側で話しちゃったわけですねうん でも、小室教としたら、フォーダム大学に留学が、まあ、決まってたんだったらね、まあ、どう考えても、この入学前に結婚をしたいって感じになるでしょうからね。まあ、その方がスムーズですもんね。まあ、8月末までにね、結婚って感じで、普通考えるでしょうかね。確かに。だから、まあ、このフォーダム大学に関しては、予定しなかった可能性が高いわけですね。はいはい。まあ、だから、海外に、ね、拠点っていうのは、どうなのかなって感じで、うん。奥の総合事務所に関してはね、一橋大学院の国際企業世代課に関しては、まあ、結婚前に入学はしてたんで、 まあ、これが何を意味してるかですね。まあ、一応今はなんか国際企業戦略家で学んだようなことを、まあ、生かしているというか。日系企業と海外の企業の橋渡し的な仕事にも関わってるんでしたっけ。そうですね。うん。まあ、日本で一応、まあ、弁護士になることは、まあ、考えてなかったとね、思うんだけども。はい。アメリカで弁護士。 って方がもっとね、なんか無謀というかね。まあね、まあどうかなっても、<laughs> 石を投げればね、あの弁護士に当たるとか言われてるぐらい。いっぱいいますもんね。<laughs> まあそうですね。うん、まあ N. H. K. のこの最初の報じられたことがね、予定くれたのか。うん、まあ、それにしても、この結婚してから小室家がね。まあ留学することを考えてたのか。まあ、ちょっとね、まあ、わかんないし。婚約内で会見を終えてから一つ橋。 大学の大学院を、まあ、卒業してるわけですねうん海外に拠点をと私がお願いしましたって眞子、ま、さんが言ってたのはなんかその時から将来を見据えて海外生活に慣れておいてもらうようにもうお願いしてたんですかね、だいぶ前からそれはまあ結婚式の時に言ったんでねそれは、まあ、結婚会見の時に、ねね、言ったんで、うん、婚約の相手会見の時には、ね、言ってなかったわけですねまだその時はまだ言ってないですもんねじゃあうんだから普通やったらそこでね、まあ、婚約の相手会見の時に海外に拠点作ってもらいたいと思ってますって感じで言うでしょうか,ね確かにね。 この結婚相手がまあいきなりまあ留学っていうのも普通に考えないし、うん、まあ金銭トラブルの後に、この秋篠様がね、まあ、多くの人が納得して、喜んでくれる状況にならなければ、まあ、この婚約に当たる、ね、納采の儀とかを行いないと言ったわけですけれども、うん、でもこの金銭トラブルがない状態で、まあ、来年、アメリカの弁護士になるために。 留学するつもりなんて言ってたら <laughs> まあアンクシャン大才がね、まあ、OK 出したとは思えないしね <laughs> まあ確かにまあそれええことやなみたいな感じでまあ学生頑張りやみたいな感じで <laughs> なかなかねいや結婚してから学生会みたいな感じになりますからね <laughs> ほんまですよねまあそういったまあ普通ね卒業してからでええんちゃうかみたいな感じになるでしょうからね <laughs> うーんそうですね。まあ、授業期間中にね、まあ、一時帰国してから、まあ、数日間休んで、まあ、結婚式を挙げることも考えてたのか 謎ですけどね、うんあまあ、授業を数日欠席することをそこまで小室家はだめだと思ってないというパターンもありますけどねまあそうです、ねうん、休みはいいやみたいなそうだからまあこの小室家と眞子さんが婚約内定会見する段階ではね留学を考えてなかった可能性も高そうなんですけどねああ全く予定なかったとうん恐らくまあアクション・交際がね別れさせるためっていうのと、うん、まあ小室家にはね 留学費を出してあるから別れてくれって感じでね <laughs> まあそんな感じだった可能性もあるんかなって,ってね <laughs> まあ分かられてほしかったのは間違いないでしょうけどねそうですね、うん、まあそれが校の毎日のようにこのスカイプとかで連絡取り合って横にね絆が強くなって小お母さんと頻繁に連絡を、ね、取り合ってからまあ関係がさくなったのかねあ<ー>まあこの辺がどうなのかですねああ、まあ、で結果的に遠距離恋愛で2人の絆がここまで強くなるとは思ってなかったかもしれないですね周りはまあそうですね、うん、まあそにししてても様関は まあお相手はね、まあ、どうなるかって感じで、はい、一時期はこの噂された富士急行の御曹司は、まあ、小室夫妻がね結婚式を挙げる予定だった帝国ホテルで結婚したわけですねはいはいしかもこの土地選挙の前日の7月6日に結婚したわけですねはい、えー、そうですかまあこの政治家も結構忙しいんだけどもその中でね まあ、もねねととかか<ー>これがまあこれがすごいというか、ね、結婚式に師匠送るってすごいですねまあすごいですよね <laughs> でしかもこの父親はね、まあ、富士急行の社長で <laughs>、うん、結婚した御曹司に関しても6月に取締役にね就任していて、はい、富士急行の株を7,000株ね保有していて<ー>まあ株だけでも2200万ねあるんだけどもいやー結構な。 うん、だからまあそれぐらいの相手と、ね、結婚してたら、当然、佳子さまあ様もね、まあ、税金使うとか言われなかったでしょうけども、うんうん、あとは会社に損んだことかね、そういうことはあったかもしれませんけれども、佳子さまあ様と結婚したら、うん、なんだかんだ言われて、会社にちょっと迷惑かかりそうですけどね、まあそういうのがあるかもしれませんけどね、ただ、相手的には全然ね、まあ、レベルがすごすぎるから、あ<ー>あ文句言っても、妬してるのかなみたいな感じで、なる相手でしょうからね、ちなみにこの、ここの、ね、富士急行の,まあその父親に関しては、過去に、 黒田久彦さんともね噂されたことがある人で,、うん、で今のは国会議員のね堀内典子さんと結婚したわけですねああそうですかまあ約500人の劣勢者がいてねその中にはこの岸田首相とかね、うん、麻生太郎さんとか林官房長官とかね、まあ、木原幹事長代理とか久子さんもね劣勢したわけですねそうそうたるメンツですねまあすごいですよね、うん、でこの新郎の友達としてはねあ代表としてこの安倍晋三元首相のおいで まあ岸信千議員がいたりとかね、この人も今、議員ですけども、はい、まあ幼稚園の友達として招待されてるですね、<laughs> まあ幼稚園に関しては、どうもね、まあ、なんか1年だけ幼稚園に行ったのか、小東幼稚園っていうところでね、日本一なんか高額な学費ということで、は<ー>あ有名な幼稚園でね、まあお金はあるよと。そうでまあこの学習院とも関係が深くて、1年だけ行ったのか、うん、まあそこからまあその慶応の幼稚園とかにも、ね、行ってるんで、うん、まあこの御堂市に関してはね、 まあ幼稚園と小学校でこの眞子さんの同級生みたいな感じで報じられてたんでだからまあ途中から学長に行ったのかなって感じであそうういことこの幼稚園に関してはねなんかまあ運動会の時にスペースがなかったから麻生太郎さんの庭をねまあ借りてから運動会って感じでそういうことも書いてましたけどそんなことあるんですか庭借りなかなかねあまあすごいまあすぐ近所なんでしょうね幼稚園とねすごい広い庭なんですねまあすごいですよねだかからこの幼稚園に関しててはは今はなんかつぶれてますけども 現在この都市に関しては三木谷社長がね、まあ、住んででみたいです、ね、へえ楽天の。そうですね、うん、結構まあ公共住宅街っていうことでなんかまあ金持ちはなんかぶっ飛んでるというかねほんまですねだからこの辺がまあ慶応幼稚園と学習院の幼稚園に行くためだけに作られた幼稚園って感じで、うん、まあ、それがなんかちょっとまも問題になったのか分かんないけどもまあ潰れてねお<う>まあ、子供も少ないからねそれでもあるんでしょうけどもまあね ただまあ運動会のスペースとして庭をカウスって感じでね。まあ、まあただものじゃないですけどね。一般人にはちょっと意味わかんないですもんねこれ。まあそうそのね。<laughs> でさらにこのまあ温造紙に関しては岸田首相のね、まあ、長男の馬場太郎さんともねまあ共通してことでね。はいはい。まあこの招待されていて、うん、引き出物にはねなんかボンボニエールて感じで、えー、なんか皇族がよくなんか引き出物としてね出すようなこのをやったつとかね。ボンボニエールっても,もう使うことはないですけどね。 <laughs> まあよく分かんないですよねなんか飾りって感じやね <laughs> はい、はい、何もらってもまあ嬉しくないから飾りって感じでね,まあねまあ俺が有名になるからこれなんか気になるよみたいな感じでねああ<ー>そういうことでしょうけどねなるほどね、うんまあ、この佳子さまに関しても島津家の御曹司の名前が出てましたけども会、うん、ったことがあるかどうかは微妙で相手がね迷惑そうでしたからねまあ一つ年上で年齢もちょうどいいとか何か言われてたんですかねそうですね、うん、まあこのの室解説者の 山下真司氏もね、まあ、女性皇族のお相手に関しては、多くの人が、まあ、知るね、旧家とのご縁があるということでね、はい、ただこの眞子さんと小室家の結婚が国民の祝福とね、理想からも離れてしまったこともあって、佳子、うん、さんもね、慎重になるところはあるかなってで言ってまますけどねまあ理想から離れたどころか、もはや佳子さんだけが祝福してたぐらいですもんね。 そうですね。うん、まあさらにこのレースのお相手候補とされる男性に関しては他にね、ご縁のある女性とかもたくさんいらっしゃるし、三十、はい、歳をね迎えられる過去様の選択に注目が集まるということですね。世の女性にとって三十歳一つの節目ですからね。 まあそうですね、うん、まあこの富士急行の御曹司に関しても、一時期はね、なんかその逃亡するために海外に不倫かみたいな感じで言われてましたけども、まあ、一応ね、家を置いてとね、結婚って感じで、まあ、よかったですけども、格好さまあ様のね、ホワイト候補っていう記事とかネット上にずっと残るから、なんか奥さんからしたら、ちょっと嫌かもしれないですね。 もともとお相手候補とされた母親が、ね、堀内議員で紀子さまとも学習院大学で合格上でね。うん、でまあこの眞子さんの同級生が御曹司だからね<ー>よくまあこの遊んでたわけですねああそうなんですねてまああわけなんですねああその様との関係をねあなんか,な,んか切れないと。<laughs> うん。まあそれになんか,切るの大変やから、まああれませんけどねああこのクんスのね、まあ両家としたらまあ小室家と 川島周さんとかねまあ論外であろうし悪戦様に関してもね京都の迂回裁判とかでも名前が登場したりとかそれだけでね逃げるかもしれませんけどもはいはい両家との縁談に関しては佳子さま難しいでしょうねまあちょっと厳しいでしょうね避けられるしまあこんな話聞いたらねんかそのちょっとで問題があったら避けようって感じになりそうですからねそらそうですよねっっどこのととかか危ななくてね そういったのがないと、うん、まあ両家でも見つけるのは難しいかもしれませんけども、あ<ー>うん、あただ、その両家にしてもね、そのぐらい難しい両家でもね、なかなかまあ小室川さんとか川島周さんとかね、はい、まあ頭に浮かぶと断、まあ、るかもしれませんけどね。あまあ、小室川さんの印象も強烈ですもんね、あれ。<laughs> まあそうですね、なんかきそうやなって感じでね、嫌 <laughs> や,やなと思いますよ。絡まれてても困るしって感じでね確 <laughs>、うん、確かに確かにに まあでもこの国会でのね。議論でこの女性構図が結婚後にま皇室に残るかどうかとかね。そういった話しの決着がする前にまあ結婚とかはしたいかもしれませんけどね。うん、まあ今の時点でね。結婚相手にまだ出会ってなかったとしたら、ちょっと先になるんじゃないかなと思いますけどね。あまあまこの辺がね。どうかって感じで、まあただ。まあ、この小室圭がね。人を過ぎたんで、逆に。まあその税金まあ使えそうな感じじゃなかったらね。 まあ誰でもいいかなって感じになるでしょうけども、<laughs> まあこれがまあ相手がね、見つかるかどうかって感じでね。うん <laughs>、まあでも,も、小室圭みたいな、いわゆる本当の一般人みたいなのと出会って、恋愛する機会なんて、格来さんもちょっとないでしょうから、あ,ーまあ確かにそうですね、まあ。うん、それなりの相手にはなるんでしょうけどね。うん、これがね、まあ、どうなるのかよかったらね、コメントもらえますよろしくお願いします。